室戸は日本海軍の旧短艦で、室戸型旧短艦の一番艦。艦名は室戸岬による。1944年に潜水艦の来撃により沈没。1917年度の臨時軍慈悲で建造され、1918年12月7日に三菱神戸造船所で竣工、舞鶴人事布石とする。 春行当初は運送船に類別されたが1920年4月1日に運送艦となった。1932年の第一次上海事変に際し、2月23日から3月5日に、暮れ海軍交渉で臨時に病院設備を設置した。ただし病院船の登録には、万国、赤十字の承認、船体の白色塗装、無武装とするなどの必要があり、また、 軍需物資の輸送もできないので病院船として申請はせず運送艦席のまま品方面へ進出した。この時の改装では船橋老艦板を後方に延長し同警艦、野島とは艦型に違いが生じた。本艦は1937年からの日課事変にも病院船任務として従軍した。太平洋戦争開戦時には連合艦隊付属として カムラン湾に進出、シンガポール陥落後の1942年3月には、同地に進出し病院船任務につき、室戸病院と呼ばれた。同時期に、スマトラへの給端や真水の補給なども実施している。その後も、実質上の病院船として、また、軍需品の輸送にと活躍した。1942年6月に、横須賀港に一旦帰港。 以後1943年3月まで大見など、などの北方方面で治療任務などに従事する。1942年10月25日から11月6日にかけて推進軸を接損して、高校不能となっていた駆逐艦、初春をバラムシル島から舞鶴まで栄光した。1943年6月以降は、上海、三は香港方面の軍需品輸送に従事する。 1944年8月からは沖縄輸送に2回従事した。同年10月21日に片916戦団の遺跡として鹿児島港を出港するが翌22日に奄美大島の北方で米潜水艦シードックの来撃を受け沈没した。客中なき限り日本海軍史第9艦第10艦の召喚履歴に基づく。階級は 就任時のもの、ありがとうございます。